5月3日と4日に行われた、長野ノスタルジックカーフェスティバル2022、こちらの会場内の模様をお伝えしたいと思います。動画は4日、2日目なんですが、このイベントは国内最大級のノスタルジックカーイベントとして、今年で第17回目となるそうです。参加車両は全部で330台、過去最大の台数ということで、来場された人数は主催者さんによると過去2番目の人数だったそうです。参加されている車はノスタルジックカー、主に1960年代から1990年代前半ぐらいのモデルが主となります。完全なるクラシックカーのみならず、懐かしさを覚える車ということで、ネオクラシックカーで参加されていた方々も多くおりました。その他実行委員会が認めた車であれば、このイベントの方に参加は可能だそうです。それでは5月4日の会場内の模様、展示されている全車両を流し撮りしましたのでご覧ください。
Sunrise is just for you. So come along and